紫のたこ焼きが踊ってる。どうもチャップです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、 H3 リールガンと H3 リールガン D にね、特殊演出がついたよっていうのを皆さんにご紹介したくて動画を撮っております。ということでね、早速紹介していきましょうか。あのリールガンっていうのはこのタタタン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 ってなんかタンタンメンみたいなリズムなんですよ。タンタンメン、はい、タンタンメン、タンタンメン。だからね、別名タンタンメンバーストって呼ばれてるんですよ。言われてないけど、ちょっともう話脱線するからやめとくわこれでね、この3点バーストなんですけれども、このね3点バーストをきっちりね、ワントリガーでこの1回押した時、このタタタンでこのワントリガー3発を敵の人に全弾ね、3発全弾命中させて、なおかつダメージが100以上超えると特殊演出がつくんですよ。皆さん見といてくださいね。ちょっと黙りますね。いくよ、皆さん聞いといてね。これチューンって聞こえますかね。もう一回いくで。これチューンって、もう一回チューンって、わかりますかね、これチューンチューンチューン言うてるでしょ。スターウォーズみたいな音鳴ってるでしょ。宇宙船がさ、チューン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 って打つ感じの音鳴ってるじゃないですか。あとはあのさ、ジェダイの騎士がさ、あのソードで敵の弾を跳ね返す時の音、あのチューン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 言うてるでしょ。スプラトゥーン今日から FF になりましたってな、噛んでもうたなSF やん、それいうことありましたけど、噛んでもうたやんいうことありますけど、まあ、とりあえずね、全弾当ててダメージが100超えたら、チューンっていうのが鳴るよっていうのがね、あのアップデートで追加されたリールガンの特殊効果ですね。まあ、あれですよ、テンション上がりますよね。音鳴ってさ、うおっしゃ、3点当たったぜってテンション上がってさ、さらに強くなるみたいなさ、そういう実力アップを任天堂の人が測ってくれたんでしょうね。まあ、とりあえず自分のエイムが神様やと、神エイムっていうことがよく分かるようになったわけなんですよ。チューンって、今の失敗したでしょ。ちゃんとこのワントリガーで当てるとダメージを100以上超えても意味ないからね。このワントリガーで当てることにもチューンって意味ありますから、今日からリールガンじゃなくてスターウォーズガンっていう名前にしましょう。なんか、うん、なんかパクって著作権で訴えられそうやな。はい、ということでバッテラストリートでね、実演販売の方していきましょう。さっき試作やからお試しで、今回実演販売やからね、僕がいかにこのリールガンを PR するかで武器のね、武器の売り上げが変わってくるわけなんですよ。皆さん噛んでもうてん噛んだ自分にナイスみたいなね。まあ、あの神って言ってたでしょ。エイム神っていうのはね、噛む神ちゃいますからね、神様の神やから、もうそこはあのちゃんとあのメモといてくださいね。ほんま噛むからちゃうねえいうことありますけど、さあ頑張っていきましょう。まあ、とりあえず当てれたらいいんですけどね、当てれるか微妙。これ当てるか当てるか、あ、違う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 、その半当たりいらんねん。あ、ただ今聞こえた、聞こえました今絶対なった、今大成功ですよ。はい、ナイス、自分にナイス。いやー、いけましたね。これで武吉の利益上がるって言って、僕また臨時収入もらえるわ。武吉の人にお金いっぱいもらえますねいうことでね、1円もくれません。武吉はケチですね武吉僕にお金くれないんですよ。あのなんかね、武器が1個売れるごとにね、あの5000円僕の口座に振り込んでくれるって言ってたんで、僕億万長者に、ね、なってるはずやったんですけどさ、1円も振り込まれてない、どういうことやねん。ナイスしておきましょうね。はい、もうそんなんどうでもいいね。3点きっちり当てていこうぜでもなんか英語練習楽しくできるんじゃない。3点合わせてね、音鳴ったらなんか、うわっしゃー当たったらええみたいな、今の試合で私5回当たったら、え、僕3回やったら負けたみたいなさ、そういうなんか遊びできますよね。まあ、めっちゃ負けたけどな僕が想像している以上にあのプレスターのあのデスする速度が速くてびっくりチャップやいうことありますけどね。さあ頑張っていきましょう。もう3点3点そう、ポイントは3点な、3点3点キューピーの3点クッキング3点クッキング、あえないです。ほらほら今のはダメなんですね。そう、3点自分できっちり当ててダメージを100超えないとあかんということやから、そこは気をつけていきましょうね。その3点さ、キル取りたいからって言って突ってしまいそうなのか、そこだけは僕ねちょっと意識するようにするわじゃほんま危ないね、ほんまに。いや、もう皆さんも気をつけてくださいね。3点音取りたいからってね、とつったらな、もうやられちゃう、もうやられちゃったやん、リールガンってね。やら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 れちゃったやんってなりますね。イエーイ、インクアーマーのアシスト、最高、最高、最高。いけるか、あ、今音鳴ったんじゃない、ちょっと、え、ちょっと、え、寝ちゃう、ちゃう、え、な、何今の、え、なんかパスなんてなったけど、ハイドなんだ、じゃ、回線落ちたやん。ジャストで当たったら、ハイドなんだ、回線落ちたやん。リールガンの弾3点当てたら、回線落ちんねん。え、そんな特殊効果やったら任天堂さん、マジかよ。え、なんか何、5分の1ぐらい、え、なんか確率ある 20% の確率で敵の人落ちるとかもしかしてありますいや、なんか音鳴ったなと思ったら回線落ちしてんじゃん、3発当たる最高の動画結果ができましたね。ということで全然エイムが届かない、ナイス味方でしょ。さ、きっちりきっちりきっちり、この人も回線落ちさせるぞ、パブロも回線落ちさせるぞ、パブロもパブロも回線落ちさせてやろ、パブロも回線落ち、回線落ち、これ回線落ち、回線落ち、回線ちゃいますよ。海鮮のナグロ、ナグロちゃうわ、マグロのあれやで、ほんま中トロのなんか中落ちみたいなのちゃいますからね、そういうことちゃいますからね。
まあ言うなれば中落ちカルビですよ皆さん。ちゃうけど、おいしょ、回線落ちてないか。あ、回線落ちてないな。回線落ちるっていう設定やけど全然落ちてない。スクイックリンの人は元気ですね。ということで元気な人、スクイックリンさんにナイスを捧げましょう。これジャンプエイブ、ジャンプイエーオーケー、きっちり当たった。最高な結果が出ましたな。ということで、あ、そこにおるぞ、そこに、そこに、おる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 。でも 2,3 回ね実演販売できたから今日からねリールガンめっちゃ売れると思うわ。 H3 リールガンですからね。 L3 ちゃうで、 L ちゃうで、服のサイズ SML リールガンちゃいますからね。ほんま H リールガンか、 H のリールガンね、 HHH なんですよね。ほんまトリプル H っていうプロレスラーいましたよね、海外にね。あのコアっていう必殺出すんで、なんか頭突きみたいなガーンってするやつ、まあ、関係ないですけどさ、3発きっちり当てたらね、音もいいし神エイムやっていうの自慢できるからさ、一試合でなんか友達同士で何回神エイムなったかっていうのを競うバトルとかもねめちゃくちゃ面白いと思います。ほんでね、僕知らんかったけど3点きっちり当てたら敵の人回線落ちするわ。もうこれ一番の収穫。まあめちゃくちゃ楽しいからさ、皆さん3点きっちり当てて音聞いてみてください。はい、ジャスト